チームです、皆様の前でまたこうして踊らせていただけるのは約半年ぶりになります。よさこいですね、2年間コロナでずっと厳しい辛い思いをしてまいりましてですね、言ってみれば不要不急のど真ん中を走ってまいりましたが、それでもですね、こうしてまた皆さんの前で踊れることを信じて一生懸命練習と日々の生活、そして感染対策を重ねてきたメンバーたちです。本当にこういう状況ででもですね、まずこういった場を貸していただいて、お祭りを開催していただいてます。主催の角川の皆様、そしてマインドの皆様、本当にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。まだまだこの先わからないですけれども、私たちはこの夏に向けて、先ほど国士無双の森田代表もおっしゃってました、高知も開催予定で動いています。そして私たちの地元原宿表参道の祭りも開催の方向で動いております。夏に向けてまた皆様とより多くの人数で、そしていっぱいのお客様と共によさこい祭りが楽しめることを信じて、今日その第一歩として踊らせていただきたいと思います。ご声援よろしくお願いいたします。では踊ります。まぶい組、天空しなべや神、
クリスマスシーンでした。ありがとうございました。